DNA 兵士だ健太さん。FA 講師、誰も興味がない。これさちの石田ただのバカじゃん。サチヤ次第やろ。サチヤが悩みまくったらどうなんねやろ。年齢意外とか橋刑事よりええのに。セルフ戦力外か。セコセコ単元契約して FA したのに、無駄な講師で終わっちゃいそう。山崎となんでこんな差がつくんや。サチヤの話ついてからじゃないと相手されへんやろな。今年微妙な成績やったんやから1年待って就活してから宣言でもよかったのに、もったいない使い方して。今なら山崎の半額で取れるのに下も差はん。やっぱどこが発熱つけるかだからな。石田は多分買い叩かれると思う。成績残した年に FA するならわかるけど、調子悪い年に FA するっておかしいやろ。今年成績悪い30代投手というところでバリューめちゃくちゃ落ちるからどうだろうね。ほんまに欲しかったら億くらい出していいと思うけどな。山崎百人は年10億つくんなら、石田も3年4億5000円やってもデーマミナ通算なら石田も勝てんやろ。濃厚で伸びるの遅いイメージ。山崎争奪戦に負けたところがしぶしぶ取りに行くやろ。 C の3だしどこも取らないなんてことはないやろ。なんだかんだどっかが1億ぐらいは出す。それなりのピッチャーやけど成績的に下り坂ってのは編成からしたら躊躇はするよな。中継ぎやってくれるなら山崎よりお得やろ。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。